男は可愛い子ぶりっ子に弱いってちょっとブサイクでも、うんうん、あれね本当にどうやって騙されてんやろなって他前やけど気持ちよくなるよやっぱ、うん、そうなん、ね、あんたもまあなんかえへへってあんまりやりすぎるとねちょっとしんどくなったりすると叩くこともある、うん、ピアニスト の、はい、あの楓さんの今日のトークテーマが、はい、こんな女には要注意でなんでそのえ恋愛対象は男性ですか男性ですねやのに、うんうん、こんな女には要注意ってなるんや、うん、なんか新しいなこれこのタイプ新しい新しいんですかみんななうちにここに来たら男の悪口ばっかり言うんです、うん、あ男性の悪口言おうと思わないですねあそうな、うん、なんていい人なのいや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 素晴らしいわいや本当えでもどんな女に要注意なのなんか私的にはなんですけど可愛い子ぶりっ子なんで可愛い子ぶりっ子あかんのなんか可愛い子ぶりっ子が悪いわけじゃないんですよただそこになんか輪をかけて顔も可愛くないえめっちゃひどいこと言うなブスが可愛い子ぶりっ子してるのが許せへんってだけやろさらっと言ってるねひど可愛い子が雇ったらへんねやそうあの本気で可愛いと思ってるちょっと やばい人って言えばやばいなって思います、ねでもそういう女の子、うん、やっぱり男は可愛い子ぶりっ子に弱いって、うんうん、ちょっとブサイクでもちょっとブサイクでも、あれね本当にどうやって騙されてんやろなっていつも分からないですよね普通に気持ちいいやんだってそんなあもう見て分かっててもこいつぶりっ子やん分かってても演技してるなって分かってても自分のために演技までしてくれるんやっていうのが嬉しいのよだって演技もせんとな、ね、私のビューティフォーを理解しろっていう態度で望まれるよりも、うんうん、不細工やけども、まあ、そういうので頑張ってんやろなとか思って、うん、おかまやけど気持ちよくなるよやっぱあそうなん、ね、あんたもまあなんかえへへってあんまりやりすぎるとねちょっとしんどくなったりすると引っ叩くこともあるけど、うん、あ引っ叩いたりするねなるほどバカ野郎っつって、まあ、本気で叩くわけじゃないよとそう、うんそれはなんで苦手なの、うん、なんかそもそも多分私女の子苦手なんですよあそうなんでも結構女の子不信がひどいかもしれない何かされたの過去にいじめられたとかいろんないじめあでもいじめなのか分かんないですけど、うんうん、大きく2個なんかこう理由みたいのがあって、うんうん、音楽でちょっと若干被害に遭いまして音楽で被害そう友達の演者さん歌を歌ってる演者さんがやっぱり何人か知り合いがいるんですが、うん、男の人なんですね、うん、で何もない普通に仲のいい演者さん友達なんですけど、うんうんうん、そのファンの子がなんだかだんだんと私何もないのに勝手にここのこの男の子の歌の演者さんと何か楓は何かあるんじゃないか面白く親和性があったんかなピアノとかでななんかすごいこう勝手に勘違いして嫌がらせを受け始めたんですねっていうのでその子がもうなんかなんかすごい可愛いこぶってくるぞって思ってたけど彼女やばいやつだったっていうのが一個、うん、だからその子はその男が好きやったんやろ な, そうなんでもやっぱ仲良さそうにしてるのが許せへんかったから、うん、なるほどイライラしてたんやろな、そうなんですその子がその男にやっぱぶりっこしとったんやな、うん、そうなんですよしかもファンの方だったから、うん、あそう演者じゃないだろうお前っていうのがあって余計に入ってくんじゃねえこの野郎って感じだよね、そうなんですよねちょっとそこは違うだろう場所がっていう話、うん、そうか、うん、まあでも普通にでもその一件だけでそのぶりっこが嫌いになっちゃったの、うん、いやそれだけじゃなく、うんまあ、ぶりっ子っていうよりかはこれはそのなんか全体的に見てっていうのもあるんですけど、うん、なんかうちの学校女の子と男の子でちょっと壁があったんですよ、うんうんうん、で私弟がいるんですけどその弟の関係でなんか男子との趣味の方が合うっていうので、うん、全然自分は男たらしとかじゃなくって男の子と仲良くなりたいからそれが好きとかじゃなかったんだけど、うん、ガンダムとか好きだったんですね、うんうん、だけどそれで気の合う男の子と話をしていたら楓ってすごいなんか男たらしだよねみたいな風に言うのに限ってぶりっ子だったまあでも自分ほらお構いやねんけどなんかやっぱ子供の頃女の子の友達多かったけどやっぱブラス女たらしいっていう男子おったよ結構、うん、あやっぱじゃあそういう気持ちね、うん、こっち女なんかどうでもいいわって感じどうでもええのにやっぱ言うからでそういうその男の子はやっぱかっこつけやったわあじゃあそれと一緒かもしれない男もかっこつけんのかやっぱじゃあ女の子前では男もだから女の子のぶりっ子っていうのは男で言うところの気前のいいやつとか
さっきのやつちょっと笑うみたいな男同士では言ったりなするんちゃう。あ、そう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 。でも太っ腹ですね。いやでもやっぱモテるためにやってることやから。他の人たちが笑わされることになっちゃうから。難しいとこですよね。結局割り勘が一番なのよ、うん、あ、それが一番。割り勘でなんかやりすぎひんっていう女の子も可愛いこぶりすぎひんっていうのが一番、後腐れないんですよ。でもさ、そんなこと言うてるけどさ、うん、結局さ、うん、恋愛面においてはさ、うん、ちゃんと得してきてるの、そのぶりっ子と比べて。黙っちゃったぶりっ子たちの方が結局幸せそうなの結局。なんかでもあんまりなんか、まあ、幸せな方もいるでしょうけど、あ、なんなくてよかったなはなんか見てきてる気がする。あ、そうなんや、うん、なんとも言えないですけど、なんかなんだかんだほらぶりっ子が得してるっていう風に聞くこともあるから、うんうん、でもちょっとわかるかもしれない。別にかばいこぶってるわけじゃないですけど、私声が低いんですよ本当は。あ、そう。そう。でもう例えば仲良くなった友達か、まあ、彼氏とかじゃなくても、うん、なんか、あ、この人になら下の地声出しても平気そうだなってなったとか、よう元気ってやりますね。あ、結構低いな。低い。え、もう一回普通に地声で喋ってよ今から。今から地声で喋るんですか。え、これ地声じゃないやろ絶対。いや、びっくりした。苦しそうやね。びっくりした。今から地声で喋る。苦しんでない。頑張る。これが苦しんでへん。苦しんでない。あ、全然苦しんでなくて、これが地声です。あ、そうなんや。え、いいやんそれで別に。本当にやった、初めて言われた、やった。別に全然悪い感じ。まあ、男にはモテへんかもな。でもそうなんです。そうやな。そうなんですよ。でなんか最近だとずっと上の声で喋ってるせいで、なんかそっちの方が楽になっちゃった。確かに。でも低い声で喋ってなんか2丁目におるわそういう人。あ、いますいますいます、多分います。2丁目にいるわってないや。元男性の方やけどな。あ、そう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 、本当に女の子とか言われて、暇だよみたいな。